よし、それではテイルズオブベスペリア続きをやっていきましょう。前回はフレンさんを追って学術都市まで来たんだったね、ここに。で、じゃあ先へ進みましょう。遺跡調査に行くぞ。しまった、寝ちゃった。まだ昼間なのに寝言だったんか。ん？なんでここに透明な壁がある？どうする？行けないんだが。どうすんの？とりあえずどこ行きゃいいのかな。どうすりゃええねん。せっかく帰ったのにとして出れる。何のためにここに入ったの？なんかここの中に入ってさ、なんかしなきゃいけないんじゃないの？ちょっと全員に話しかけた方がいいかな。それにしてもこのライトは一体、ここで出るって出てる。気がつかんかった。で、ここで出て、そして、せっかくだからちょっと話しかけてみようかな。誰だお前、見ない顔だな。ま、いいけどな。いいのかよ。何この音。どっからどこに行けばいいんだろう。こっち行ったらどうなる。こっちから行くと、こっちから行くとあの兵士に見つかっちまうな。そうか、じゃあやっぱりあそこの方に行かなきゃいけないのか。わ、すげえ、ヨーロッパ感がすごい。ヨーロッパ感がすごいな。よし、じゃあ入りましょう。扉には鍵がかかっているような、重要な施設のためでは鍵穴が特殊な形をしていると。入れないのか。じゃあどうすんだよ。なんかこの人に話しかけんのかな。おや、管理リストとブラスティアの数が合わない。入れなかったらどうするんだよ。どうすんの。意味がないやん、入れなかった。あ、こっちか。こっちに行って、で、これは何かな。あ、調べられないか。ここの家の中に入るのかな。ハテナハテナって書いてあるぞ。絶対入るな、モルディオ。ああ、モルディオさんの家かな。ここか。普通はノックが先ですよ。そうだぞ。いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。おい、まさか。ダメです、これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。ああ、またピッキングか。出番って、それもダメですって。もうエステル、もうね、そういうこと言ってられない状況なんだよ。ま、ちょろいもんだね。待って、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。すっごい、こんなんじゃ誰も住めないよ。ああ、結構散らかってるから誰も住めないっていう状況かな。まあね、まあこれを撮影してる当時、僕もね、今こういう状況なんですよね。これと似たような状況なんですよ。その気になりゃ存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。そうなんだよね。そういうもんなんだよね。ユーリ、先に言うことがありますよ。ごめんくださいだよね。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。罪をなすりつける。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか。いないんなら好都合、証拠を探すとするか。さあ、証拠を、なんか調べが出てるぞ。ここにいる方は熱心な勉強家みたいですね。本が散らばってるしね。真面目に勉強してるやつが必ずしも正しい行いをするとは限らないってことだろ。わ、これ表紙取れそう。本は丁寧に扱ってください、貴重な知識が書かれてるんです。はい、終わりか。他は、ここも調べるって書いてある。それブラスティアの術式ですね。中に入ったらどうだ。寒いだろそこ。そうだぞ。これ以上罪を重ねるわけにはいきません。
気にしなくていいのに。不法侵入の罪は禁錮1年未満または1万ガルト以下の罰金です。それにしては汚い字、僕の方が綺麗に書け、僕の方が綺麗に書けるよ。字が汚いやつが心が綺麗って言うけどな。なら僕は字も心も綺麗なんだよ。皆さんは字は綺麗に書けますか？エセル、術式の意味わかる？火を使った術式に似てますか？私にはちょっと。でもちょっとはわかるなら、俺にはさっぱりだ。ああ、なるほどね。他は？他はないかな。てか、なんか、真ん中の足が気になる。あ、そこも調べてみよう。ねえ、見てみて。ブラスティアの模型だよ。器用なやつもいいんだな。巨大魔導器ですね。さすがに動いてはいませんけど。巨大魔導器、シルトブラスティアなどを含む大きなブラスティアを巨大魔導器、あ、待てよ、これ巨大ブラスティアっていうのかな、と呼ぶです。それも本で読んだのか。え、もう十分じゃない？もう十分調べたやと思う。なんか調べてあるぞ。誰かいた。あう、あう、あうあうあう。うるさい。え、ちょ、待って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 。あれ、ちょっと。ちょ、待って、嫌な予感。泥棒は。うわー、待て。ぶっ飛べ。いやー。カロル。あれ？お、女の子？え？こんだけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。確かに。は？逃げるって何よ？なんで私が逃げなきゃなんないの？あ、多分この人たちはね、モルディオじゃないね、多分。そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識？そう、それはごもっともだな。ということはこの子はモルディオじゃないっていうことかな。ちょっと犬入れないでよ。犬苦手なのか。そこのガキンチョもその子返しなさい。その子って？え、ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。何よ、あんた。私、エステリーゼって言います。あ、皆さん、なんかね、なんか表記にはなんかエステルって書いてあるんですけど、本名はエステリーゼって言うんですね。まあ、エステルっていうのは、まあ、ユーリが勝手にまあ呼んでるだけなんですけど。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。もうエステル完全にもうみんなの世話係になっとる。ごめんなさい。で、あんたら何？口調悪っ。あんたら何、なんか生きそうな、少女が出てきたな。ですね、このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それで？コア泥棒の特徴ってのが、マント。マント。小柄。小柄。名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ。モルディオかよ。またモルディオ。モルディオなんだ結局。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ。だからそんなの知ら。ああ、その手があるか。何がどうした？その手があるかって何？ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって。まだ話が。いいから来て。シャイコ水石に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってまさか。その騎士ってフレンのことでしょうか。だな、あいつ振られたんだ。あ、そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。
つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか。ああなるほど。さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？まあ、腹立たしいなこのガキ。わかった、行ってやるよ。シャイコ水石は町を出てさらに東よ。町を出てさらに東か。バトルブックに新しいページが追加されました。リタがパーティーに加わりました。やっぱりね、この子もね、パッケージに載ってあったもん。マイナスボタンでリタについてと。なんかリタってちょっと怖いよね。うん、確かに怖いわ。そうでしょうか。ま、あんなもんじゃねえの。なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリが無作法をしたからですよ。コア泥棒に礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの。そん時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。だ、聞いてたんだ。聞こえただけよ、私が怖いとか。気をつけろよカロル、ありゃ根に持つタイプだ。やだな、脅かせないでよ。なるほどね。さ、シャイコス遺跡に行かなきゃいけないっていうことなのね。なんかあっさりね、あっさり、なんかあっさりした感じでリタさんが仲間になったんだけど、ところでまあまだあそこには行けないのか、抜け出さなきゃいけないか、やっぱこっち通らなきゃいけないかな一旦。すみませんね。さ、セーブセーバーセーベストと言いたいとこなんだけど、ああそうか、装備揃えなきゃ、装備ちょっと強化しときたいかな。そうした方がいいかな。ね、まあ一回シャイコ水石に行く、その装備を強くしてない状態でシャイコ水石に行ってみるはやめた方がいいかな。とりあえずセーブします。さてと、じゃあシャイコ水石にちょっと向かってみようかな。エステルと呼んでください。あんたエステリーゼだっけ。はい、長くて呼びにくいと思うのでエステルって呼んでください。エステリーゼって見たとこ貴族のお嬢様よね。よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。あ、いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ強敵だな。さーて、じゃあそろそろ外に出ます。いやーでも装備強化してから行った方がいいのかな。うわー、やばい。とりあえずさ、とりあえず一回バトルしてさ、ちょっとどんぐらい強いのかちょっと試してよ。負けるもんか。あれ、たま、あ、そうか、これキャラクター変更しなきゃいけないっていうことだ。てか逃げれねえの。まあ、いや、おかしいな。確かねテイルズ・オブ・ベルセリアの時はさ、確か全員で戦ってなかったっけ。どうやって戦う。確か全員で戦ってたような気がするんだけど、気のせいかな。まあいいや。あ、皆さん申し訳ございません。ちょっとね、やっぱりね、不安なのでね、まあ装備をねちょっと強くしてから、まあ、あの遺跡に向かおうと思います。ということで一旦ここでね、区切ろうと思います。もし面白ければ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとはこのチャンネルを拡散したり、このチャンネルの他の動画を見たり、そこら辺もよろしくお願いいたします。
次回はシャイコス遺跡に向かおうと思います。ということで次回もお楽しみにお願いいたしますね。それでは皆さん、おつがま、バイバイ。